しいな。校舎がこっちで、何が違うのかな。ちょっと信じられない。え、普通人の将棋を勝手に終わらせる？ごめんなさい、つい簡単だったから。どうせ私は下手ですよ。そんなつもりじゃ。とにかく邪魔しないで出てって。待って、話を。キツネに合わせて。キツネ？噂で聞いたの。この山にどんな依頼でも受けてくれるキツネの一族がいるって。さあ、知らないけど。あ、お願い、どうしてもキツネに会わないといけないの。なんで？頼みたいことがあるから。そう、だったらかすみ追い出して。大丈夫みたいだね。よかった。ねえ、あなた名前は？ミオ。私はリッカ。置いてくよ。え、案内してくれんの？うん、ちょっと興味出てきた。いねえな。キツネ探しに行ったのかな。キツネ？何ふざけたこと言ってんねん。キツネだって。小娘は何て言ってたんだ。キツネを探すって。面白い。根殺しの誇りにかけて子孫寺は許されないよ。は、はい。根殺し風情の誇りとやらはどうでもよいが、子孫寺が許されないというのはその通りだ。重次、約束の期日まではまだ猶予があるんじゃないのかい。さよう。だがお前たちに仕事を依頼された方はそう気が長い方ではない。そうかい、覚えておくよ。